はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルービッシュです。では今回からですね、久々になるんですが、ハーツオブアイアン4をプレイをしていきたいと思います。で、今回はですね、都道府県モッドを導入してプレイしていこうと思っています。まあ、前回はね、少し前になりますが、現代モッドをプレイしたので、今回はまた変わり種というところで、都道府県モッドでプレイをしていきます。もう完全に初見プレイかつ久しぶりなので、ちょっとまだね、全然なってないじゃないかとお叱りをいただいてしまうことも多々あるかなと思うんですが、いろいろと皆さんからアドバイスをいただきながらプレイできればいいかなと思っています。シナリオは3つ。まず1935年の10月1月、これは全く別の世界の歴史であるというふうに書いてありますけど、ウズベク47の野望。1939年は、おっと、これはなんだ、まだないのかな、ちょっと見てみますか。ああ、一応あるはあるけど、都道府県の数がちょっと足りないのかな、それともこういうもの、ちょっともう一個の方を見てみますか。1942年、これは実装はいつになるのかということで、まだないんですね。スカイツリーが見えますけど、じゃあ今回は1935年、10月1日、ここでプレイを開始していきます。お、都道府県の数はありそうですね。ちょっと47あるかどうか数えてないですが、で、まあ、北海道から沖縄までありそうですね。で、まあ、今回せっかくなんでね、僕は千葉県民なので千葉県でプレイしましょう。千葉の、旗はどれかという、これかな、そうですね、森県。そうなんですね、森田健作ですからね、県知事は。で、歴史の概要。千葉の人口は都道府県内6位を誇り、千葉の広く平坦な土地かつ長い海岸線を持つ土地は広大な果樹地面積を提供し、農水産業を促進させ巨大工業地域の中枢を形成させてきた。ここまで裕福な県は他にないだろう。しかし千葉県民は満足などしていなかった。所詮は隣国東京にはかなわないのだ。それはもちろんね、もう東京はキング、首都ですからね。東京の国土など千葉に比べれば大したことはないが、県の施設の多くは東京を名乗ろうとする。まあ東京ディズニーランドがその一つの例ですよね。あとは栃木茨城へ優越感を抱き埼玉との不毛な3位争いを続ける時間は終わった。東京、神奈川、ついでに埼玉を打倒、関東1位の座へ動き出すのだと書かれてますけど、うん、まあ、確かに東京はもう首都キングですよね。で、頭一つ二つ抜けて神奈川というところだと思うんですが、これちなみに他も気になるな。そうだな、他気になるところで言えば、自分のね、千葉県の旗はわかるけど他の旗は全然わかんないですね。そうすると埼玉とかちょっと見ておく。東京まず見ますか。東京はここに出ちゃってるんで、ちょっとここクリックしますね。人口1360万、圧倒的だよな。あとは埼玉も見ておきますか、せっかくなんで。じゃあ、広大な関東平野は人類が暮らすには非常に適し、埼玉県に多くの住民が住んでいる。しかしその住民と大半は日が出ているうちは東京に通勤通学する。なるほどね。僕はですね、実は生まれは横浜、まあ、だから神奈川ですね。で、育ちが千葉と埼玉県の大宮で、中学生、まあほぼ中学生からかな、千葉県に越してきまして、高校まで過ごしました。で、大学は都内だったので、都内に今一人暮らしといってもね、町田、東京都町田市なんですけど、まあ、当時は東京の町田市に僕の通っていた大学の、まあ、キャンパスが近くにあって、まあ、そこのね、通学のために住んでたんですけど、で、勤務地ですね、就職して新卒の勤務地が大阪
で、江坂に、2年ほど住んで、その後千葉に戻ってきて、今に至るというところなので、そういう意味で言うと、関東で言えば、神奈川、東京、埼玉、千葉と、ほぼほぼ住んだことがあるのと、あと大阪もね、住んでたっていうところになるかと思います。じゃあ、今回は、千葉県民なんでね、森県を選んでいきましょう。ここはちょっと新兵でね、申し訳ないけどやらせてもらいましょう。もう、全然一向に上達しないで、毎回皆さんからお叱りをいただく始末なので、ちょっと今回はね、しばらくぶりなんで操作からして怪しいんですが、ようこそ、都道府県モッドへということかな。では、プレイを開始していきましょう。まずは時間は止まっているので、そうだな、情報から確認していきますか。国家方針。京葉工業地域への食品加工業。ってことは、これはおそらく県ごとにそれぞれあるんだな。どれから回していくかっていうことだな。京葉工業地域の食品加工業。これをやると、民地工場が増えるという話ね。ただ陸軍か。軍事工場に。これもでかいな。海軍はちょっとさておいてだ。湾内に特化。海軍の経験値に、海軍の造船所3。3? 3ってなるとちょっと話別だな。海軍に関しては。ただ必要かという話もあるからな。あとは帝政か民主制かというのが選べるんだね。ここは後回しにして、やっぱり先に食品加工業を増やして、建設スロットを増やして民需工場を追加していきましょうか。で、その後、化学工業行って、市原の工場。で、あとは、追加の研究枠、電子工業への注力まで進んだと、ここで、2つが取れないんだな。択一なんですね。インフラ注力。インフラ4か、でかいな。祇園祭。師団防衛がプラプラプラと入っていくんだね。で、追加の危機枠を得ると。とりあえずは、警告地域のこれを入れておきます。早速入れちゃいましょう。で、占領地、従属国はなくて、条例等々は入っているのがすでにいくつかありますね。ただし、今政治力1しかないんで、何もできないですね、追加では。で、研究枠確認していきます。ここは、至って特別なところはなさそうですね。今回ね、もう、ナンバーワン都道府県決定戦と銘打ってやっていきましょう。そうである以上は、しっかりと、装備も充実させていきたいので、陸軍装備は拡充しとく。研究枠3つか。プラス 1L のにはだいぶ先になりそうなんで、しっかりと計画的に欲しいものを入れていかなきゃいけないかなと思うんですが、工業か産業、どうする？生産効率上昇、プラス10はでかいよね。あとどうしようかな。支援中隊欲しいけど、装甲も欲しいよな。いやー、戦車欲しいよ。で、中戦車行って現代戦車にたどり着くっていうのが良さそうだ。戦車やっぱ強いからね。戦車は作ろう。そのための研究だ。で、あとは外交。ここどこと外交していくっていうところだとは思うんですけど、援交策でいくと、この場合、東京と組んだり、栃木、群馬と組んだりっていうところになりそうですね。まずは栃木かな。東京。待ってくれ。東京は埼玉の独立を保障している。
マジか。ということは、東京と埼玉同時に相手にすることになるわけだな。であれば、なおのことやっぱり栃木と仲良くしとこうよ。ねえ。栃木と仲良くしておきたいので、まあ、ここは、栃木に対して、おいおい、仲良くさせてもらうという方針で進めていきましょう。で、続いて貿易だね。資源確認しておくと、おっと、石油がないか。さらにゴムもない。鉄と、これタングステンだっけ？タングステンかな？そうだね。鉄とタングステンはあるけど、他は致命的だな。まず石油。これどっからか、得ていかなきゃいけないですね。とりあえず、絶対にしたくないのが、輸送船を使いたくないので、近隣で言うと、茨城は取れるけど、この後敵対する予定なので、回避でしょ？栃木は3しか取れてないですね。そうなると、まあ、埼玉、もしくは東京。東京、20取れるんだ。東京から仕入れよう。まあ、とりあえず8全部輸入して、あとゴムだな。ゴムが取れるのどこよ。アルミもそうだけど、ゴムは沖縄、広島、山形、宮城か。まあ、現実系的なところ行くと南の方が安心だよな。茨城と今後争うことを考えると、南側で言うと愛知から輸入する。これで一通り何を作っても足りるんじゃないかな。建設の枠見ておきますか。民需、軍需、30分15ですね。生産のラインは何もまだ作ってない。いや、なかなか厳しいな。あと陸海空の状況を見ておくと、まあ、陸軍は7師団、この師団構成はどうなってるかというと、ご覧の師団編成ですね。これがいいか悪いか、ちょっと今の時点だと何とも言えないけど、明らかに脆そうだな。海軍は一隻だけ。航空隊はご覧の通りですね。まあ、数は揃っていそうな感じはします。じゃ あ早速内政から始めていきましょう。民事工場、おー、ミカードと言われてもな、まず立てていかないと話にならないかな。さらに師団編成、あとは割り当てられていないものがいくつかあるという話。まずは装備を作る上で、軍需工場が16。まずは海軍からだな。何作る？輸送船も欲しいけど、まずは駆逐艦だよね。で、あとは、装備。まあ、歩兵装備は絶対数必要だし、あと支援装備も欲しいよね。まあ、数で押すだけじゃ話にならないので、野戦砲で、あとは今後のために戦車という感じかな。こんなところで16使い切りですね。で、ここで改めて貿易で確認しておくと、石油が全く足りてない。6、どっからか仕入れなきゃいけないんだな。そうすると、どっから仕入れるかという話なんですが、これ絶対使いたくないからな。
山梨とか取れないの？山梨。山梨取れない。長野は、長野は42取れるね。長野から取れるんだったら長野から仕入れたいな。できれば輸送船使いたくないので、まあ今はまだ使ってもいいといえばいいんですけど、いや埼玉石油29取れるのでかいよね。ほんとでかいわ。山梨は石油の輸出はしていない？山口だもんね。今山梨を探してます。ない、ないぞ。6必要なんで、じゃあ福島から6輸入していく。あと民需工場だね。建設のスロットはどうなってるかというと、いやもう結構カツカツだな。まあそう考えると軍需工場を作っておく必要があるよな。軍需工場、あとは要塞作る必要があるかどうかでちょっと悩んでるんですけど、まあまずは要塞じゃないよね。先に軍需工場の数を揃えちゃう。そうなんだよね、師団編成にないもんね。で作る必要があるのかって話なんだよな。支援装備、いや支援装備はいいね。支援装備は良くて、対空砲なんだよね、作んなきゃいけない。で司令官は誰かいるの？あ、いるね。見慣れた顔の人たちがいるわ。チーバくん、フナッシーがいる。元帥クラスだな、チーバくんにフナッシー。フナッシーの能力超高い。フナッシーにじゃあちょっとやってもらう？いや、フナッシーはないな。いや、軍団長にじゃあフナッシーにして、ここだよ、ここにフナッシーだろう。これでいこう。でチーバくんをじゃあ雇う。チーバくん、これでいこう。じゃあこれで少し時間を緩く進めていきましょうか。いやどうなるかな、久々すぎて全く分かんないけど、結構あのハーツオバイアンの方で回線するまでが重要なんですよね。回線一度しちゃえばなんてことはないことが多いんですけど、僕が住んでるのはもう船橋ですね。ここ
戦車代替欲しいな、戦車代替。まだ経験値がなくて何もできないね。まあ、戦車は作っておくだけ作っておきましょう。今後のために。というわけで、まあ、ふなっしーにチーバくんを中心とした指揮官のもと、この都道府県モッドで、日本一の都道府県、千葉県を目指しましょう。ちょっと久々すぎて不安しかないけど。まあ、少なくとも今数が足りてないのは間違いないので、陸軍ね。練習でもして、経験値は貯めていきましょう。ちょっと待ってくれ。爆誕してるな。群馬帝国爆誕。市役所は村、役場を中心とした村長会と呼ばれる勢力を支持する。前橋村武装隊が群馬県議会に突入。議会は間もなく制圧され、県の実権は村長会が握ったと思われる。そして彼らはインターネットを通じ、自らを群馬帝国となり、全列島の市町村の独立を目指すなどの設定を果たした。奴らは関東を引っかき回すに違いない。まあ、それそうだろうな。群馬帝国ね。まあ、ちょっと危険な香りがするけど。さて、政府の刷新ってあるけど、どうする？特段できることってあんまないよな。何ができるかというと、ちょっと中身は見ていきますか。しっかり数はあるんで、結構作り込まれてますよね、しっかり。エコ環境事業、最大工場立地数がプラス5、安定度がプラス5%、地方独自課税事業。ちょっとその他のを見ていく。何がいいのかっていうのはね、微妙だからな。これいいね。専門学校授業料補助金の拡大事業。生産効率基本値プラス7.5%。ああ、これもいいよな。伝統工芸品の現代応用の促進事業。これ10%の工場生産量ありますね。インフラの建設速度プラス15も嬉しいな。インフラも上げていきたいからね。で、第2次労働者福祉の拡大。これやると消費財控除を10%、工場生産量が15、建造速度が10%。これめちゃくちゃいいね。他は？お、地元 PR。安定度がプラス0.5。ふなっしー。町おこし事業もあるね。まあ、ここまでだと、さっき見たのが一番いいかな。交通安全月間の実施。師団移動速度が10%。これ戦時中とかだと結構嬉しいかもね。あとは歴史的遺産の保護事業。研究時間プラス1%の学校教育の支援事業。この1%も結構大きく響いてくるからな。いや、ここはさっき見たのにしよう。専門学校事業の拡大。西順はもう選択できなくなっちゃいましたね。はい、というわけで、現代もっとね、都道府県もっと今回から始めていきますので、ちょっとね、今回短めですが、一旦ここまでにして、こんなの始めたよと。
ということで、興味深くね、見守っていただければ嬉しいかなというふうに思いますので、ぜひぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでにさせていただきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。